はい、で今日はチェアから背中で落とすっていう、まあ、ムーブ中によくやるんですけど、まあ、ちょっとした、まあ、見せ方、小技、小ネタをちょっと今日はやっていきたいと思いますね。まず、まあ、どんな感じかっていうと、まあ、チェアの状態から背中で落とすんで、イメージ的には、まあ、どっからでもいいんですけど、チェアを一発、まあ、こう振るイメージ、振ったとこから振った反動を利用して足を戻す、まあ、そう戻すっていうのはこういうイメージね、こうやって戻すイメージね。で戻した時にキャッチしてる手を思いっきりすすっていうよりは、戻してきた反動を利用して体を抜くイメージ、この状態から手を外して抜いてきて背中で落とすイメージ。押すっていうよりは、まあ、軽くは押すけどね、軽くは押すけど、どっちかというと返すイメージで背中に落とします。ちょっと一回やりますね。あ、こういうイメージですね。チェアに一回振っといて、振った反動を利用して背中で落とす。イメージ的にはここまでバーンって来て、ここから足が戻ってくるときに体を飛ばしてあげて背中で落とす。で、まあ、足の回転はこう返ってきてるんで、体が返ってきてるんで、返ってきたまんま足は同じように、右足が後から来るんで、右足が左足の上に行く。で、まあ、フリーズなんで、足だけのアピールだとちょっとアピール不足だから、両手は少し広げてあげる。で、イメージ的には、こうだとちょっと、弱いよね。なので、ちょっと広げた状態。こういう感じね。広げた状態でドーンって落としてあげる。で、あと頭は打たないように。頭はゴーンってここで打たないように、頭はバンって背中でつくときに少し上げといてあげる。この状態を作ってあげると、まあちょっと怪我も防げるんで、まあ足だけじゃなく、手もしっかり意識して頭もぶつけないようにちょっと意識しながら練習してみてくださいね。はい。はい。まあ、なんだろうな。意識するポイントとしては、今言った手、頭、足の最後の返し方。あとは、まあ、まず最初のチェアの時点の、まあ、チェアの形も少しでも背中に返すときに足をくるくるって見せたいんであれば、足もなるべくしっかり最初の時点で巻いてあげた方が、巻いた分また巻き戻せるんで、巻いてないければ巻いてないだけ戻した時のこの動きもちょっと半減しちゃうから、少しでも大きく体をぐるぐるって見せたいんであれば、まずチェアをしっかり足をかけてあげる。ここまで来てあげるとこの分戻せるんで、ここが浅いチェア、例えばここまで、ここまでで行くと戻すときも、まあ、ちょっと雑にも見えるし、動く幅がちっちゃくなっちゃうね、返す幅が。なので、まあ、できるだけ足の回転もこの膝のくるくるっていうのもちゃんと見したいんで、まあ、ポイントというか意識できるといいのは、チェアもしっかりかける、しっかりかけてあげて背中で落とす。こういうぐるぐるっていう背中の落とすっていうだけじゃなくて、足の回転でどんだけ戻ってどんな落ち方するかとか、どんな見え方をするかっていうのを、まあ、ちょっと意識するだけで変わるんで、まあ、チェアの形もちょっと気をつけるというか意識してやってみてくださいね。はい。Thank you.